先日7月28日は地名の日。これはアイヌ語地名研究家山田秀蔵の命日であり、地名研究家谷川健一の誕生日であることから制定されました。地名の日記念で何かできないかな、そう考えていた時、地名の日に2000万回再生を突破したことに気づきました。同時にもうすぐ動画300本であることにも気づきます。ということで、ずっと温めていたある企画をやることにしました。それも47都道府県別に最も難しい難読地名を選出しクイズにする日本全国難読地名クイズです。さらに2000万回再生、投稿300本を記念して、登録者の皆さんに選出をお願いして視聴者参加型企画にしたら面白そうということで、地名の日7月28日にアンケートを実施。7月28日にアンケートを出して、その翌日には締め切るというはちゃめちゃスケジュールの中、なんと997地名もの回答が集まりました。ということで、今回はこれらの地名から各都道府県で最も難しい地名を厳選し、応募者のコメント、お持ちりの地名の由来解説を入れつつ、その超難読地名の読み方を当てるクイズをします。あ、ちなみに制限時間は15秒です。第1問、北海道代表。この超難読地名なんて読む？答えはエチャナンケップ。北海道下川町にあります。リンさんによる選出です。下川町パンケにあるエチャナンケップ川、エチャナンケップ四川川からです。由来は不明です。エチャまではわかりますが、ナンケップは難しいです。第2問、青森県代表。この超難読地名なんて読む？答えは青作り。青森県八戸市にあります。選出はモーネル・サンダースさんです。この地区ではバクの一種である馬の横腹を覆って馬が跳ねた泥を防ぐ青りを作っており、青作りと名付けられました。第3問、岩手県代表。この超難読地名なんて読む？答えはアッカス川渡り。場所は岩手県岩泉町にあります。選出はもちもち庄司さんです。選出者のコメントです。アッカが大技、菅渡りが小技で、揃って初見では読めないのではないでしょうか。アッカはアイヌ語由来の地名と言われており、また東北の方言で氷のことを菅とか滋賀とか言うそうです。付近には日本最長の鍾乳洞、悪化洞があり、道庁の龍泉洞とはまた一味違ったワイルドな洞窟探検が楽しめます。第4問、宮城県代表。この超難読地名、なんて読む？答えは、スモゾネ。宮城県大崎市にあります。選出者は T さんです。由来は分かっていません。スモはスモモと読み、ゾネはソネと読むことから、その読み名がなまったものと考えられています。第5問、秋田県代表。この超難読地名なんて読む？答えは大ひど。秋田県由利本荘市にあります。選出は佐藤海人さんです。読み方間違ってたらごめんなさい。選出者のコメントです。秋田県内で一番読めないと思います。王を使う地名も初めてでした。
おもちりのコメントです。由来は分かっていません。凹凸の O の方を凹凸以外で使われているのを初めて見ました。第6問、山形県代表、この超難読地名なんて読む？答えは夕替え。山形県寒河江市にあります。選出は319ペンさんです。選出者のコメントです。紛らわしいですが、夕は漢字、替えはカタカナらしいです。漢字ではなくカタカナで間違えそう。おもちりのコメントです。由来は分かっていません。夕はカタカナのタではなく夕張の夕であるところ、カをガと読むのが難しいですね。第7問、福島県代表、この超難読地名なんて読む？答えはカッツオ、カッツオ、カッソ、カツツオ。福島県いわき市にあります。選出は貞治さんです。由来は分かっていません。さまざまな読みがあり、どの読みが正しいかが分かっていないのも難しいポイントです。第8問、茨城県代表、この超難読地名なんて読む？答えはナムさん漬け。茨城県笠間市にあります。選出は HASK さんとヤドーモさんです。選出者のコメントです。どことなくインドのアチャールとか韓国の激辛キムチを感じさせる、そんな地名です。おもちりのコメントです。複数説があるものの由来ははっきりしていません。その中でも仏教由来説、アイヌ語由来説があります。第9問、栃木県代表、この超難読地名なんて読む？答えは西ふざか市。場所は栃木県上三川町にあります。選出はペリヌンさん、トシさん、ノアさん、星野千世さん、トルティさん、部分分数分解さん、レイラさんです。選出者のコメントです。中学生の時、友達の家に行く時に東ふざか市行きのバスに乗ってきてねと言われたが、漢字までは聞かず見送って1時間も遅刻しました。おもちりのコメントです。東ふざか市の阿弥陀像に熱心にお祈りすると汗を流すという伝説があり、もともとの地名のふざか市に汗の当て字をしたことが由来です。第10問、群馬県代表、この超難読地名なんて読む？答えはぬで島町。場所は群馬県前橋市にあります。選出は頭文字 G さんとしゅんさんです。読み方間違ってたらごめんなさい。選出者コメントです。通勤経路にあるのですが、カーナビではぬで島町と表示されます。環境依存文字らしいです。実は基本漢字に収録されていて、かつては幽霊文字とされていた章はぬで島町のぬでを誤った字体で登録した可能性があるそうです。おもちりのコメントです。この地名はかつてこの地が野地で、ウルシカの木、ヌルデが繁殖していたことによります。第11問、埼玉県代表、この超難読地名なんて読む？答えはサイド。埼玉県埼玉市にあります。選出はマッスーさん、ルドさん、セルベさん、ウララララララさん、ユスカイさんです。選出者のコメントです。
買い物に行くために何回も車で通りますが、すぐ忘れてしまって毎回調べることになってしまっています。おもちりのコメントです。サイドは集落街から来る疫病や悪霊を遮るサイの神から来ており、転じてサイドとなりました。第12問、千葉県代表、この超難読地名なんて読む？答えは志村。千葉県匝瑳市にあります。選出は習志野権兵衛さんです。選出者のコメントです。難読地名番付で東の横綱として紹介された匝瑳市からです。おもちりのコメントです。由来は不明です。漢字一文字で3文字4文字読ませる難読地名がおもちり的には大好きです。それにしても習志野権兵衛さん、50近い難読地名を応募してくれました。ありがとうございます。第13問、東京都代表、この超難読地名なんて読む？答えはそびりです。東京都新島村にあります。選出は水間さんです。由来は不明です。新島村中心部付近にあります。第14問、神奈川県代表、この超難読地名なんて読む？答えはボロンド。場所は神奈川県清川村にあります。選出は慶橋さんです。選出者のコメントです。登山中に見つけました。おもちりのコメントです。由来は昔この地で修験者が法を論じ合ったことから来ています。第15問、新潟県代表、この超難読地名なんて読む？答えはマグサ川岸通り。新潟県新潟市にあります。選出はナチさんです。由来は不明です。新潟市中心部にあります。第16問、富山県代表、この超難読地名なんて読む？答えはヤンド。富山県富山市にあります。選出は世界の富山さんです。選出者のコメントです。同じ小学校区にありました。子供心に絶対読めるわけねえよと思っていました。おもちりのコメントです。この地域にある熊野神社との関連性がありそうですが、由来は不明です。神社の方は熊野と読みますが、地名の方はヤンドです。第17問、石川県代表、この超難読地名なんて読む？答えは道めき。石川県輪島市にあります。選出はアルパカさんです。由来は不明です。しかしながらこの名前から取った道めきさんがこの地域には集中しているらしいです。第18問、福井県代表、この超難読地名なんて読む？答えは坂梨です。福井県若狭町にあります。選出はディズミンさん、某大学生さんです。選出者のコメントです。 JR 西日本の CM でよく出ていた福井県の有名難読地名の一つです。おもちりのコメントです。小野高村と呼ばれる天才学者が嵯峨天皇の前で嵯峨なくばよしと読み、天皇の怒りを買いこの地に流罪となりました。
その歌から坂梨と呼ばれるようになりました。第19問、山梨県代表、この超難読地名なんて読む？答えは川田。山梨県甲州市にあります。泉質は座敷おやじさん、財政危機さん、雨258さんです。泉質者のコメントです。正確には山梨県甲州市円山川田、山梨県一読めない地名として県内では有名です。漢字数と読みの音数が合っていない。川田はあっても東の川田はないなど謎の深い地名です。おもちりのコメントです。この地域はもともと川戸と呼ばれていました。しかしこの地域の寺が建立された頃、寺の住職が古代インドのボンゴから川田を当て字し、それに西がついてこうした地名になりました。第20問、長野県代表、この超難読地名なんて読む？答えは熊代。長野県豊岡村にあります。泉質はチャランポラン相武咲さんです。おもちりのコメントです。神に備える稲を作る田を意味する熊代の代に稲を当て字して熊代となりました。第21問、岐阜県代表、この超難読地名なんて読む？答えはネガソレです。岐阜県飛騨市にあります。泉質は319ペンさんです。泉質者のコメントです。読み仮名の文字数より漢字の文字数が多いっていいですよね。おもちりのコメントです。めっちゃわかります。由来は神職のネギから来ています。第22問、静岡県代表、この超難読地名なんて読む？答えはかぐや姫。静岡県富士市にあります。泉質はヒーボーさんです。泉質者のコメントです。しゃー、おもちりのコメントです。由来はこの地がかぐや姫の舞台であるという伝説が残っているからです。第23問、愛知県代表、この超難読地名なんて読む？答えは介護町。愛知県豊田市にあります。泉質は右四軒さんです。右四軒飛車が得意なのかな。泉質者のコメントです。同じく豊田市より、なぜこれで介護と読むのか不明です。おもちりのコメントです。由来を調べましたが同じく不明でした。第24問、三重県代表、この超難読地名なんて読む？答えは前の下手町。三重県松阪市にあります。泉質は沢さん、川辺美佐子さんです。地名の由来は駅馬屋を運営するために作った部署の田んぼから馬屋の旗、それが転じて前の下手町となりました。第25問、滋賀県代表、この超難読地名なんて読む？答えは桜葉様。滋賀県安市にあります。泉質はネズミさんです。安市には竹城、竹園所、無臭という地名もあるので初見では絶対読めません。おもちりのコメントです。地名の由来は不明ですが、ネズミさんの例の通り聖という字の読みは100種類以上あり、そのうちの1種類がバサマです。第26問、
京都府代表。この超難読地名、なんて読む？答えは東芋洗いです。京都府久御山町にあります。選出はいちごさん、ドルゲさん、つぼやんさん、香山なちょさんです。選出者のコメントです。初めてこの地名を見たときに何と読むか分からず、調べてみたらすごい読み方の地名でびっくりした思い出があります。おもちりのコメントです。地名の由来はもともと芋洗いと呼ばれていたこの地域に昔あった池の唯一の宇治川との出入り口がこの地域にあり、唯一の出入り口、つまり一口となりました。しかし芋洗いにある一口として、一口の芋洗いと呼ばれていましたが、いつの間にか一口が芋洗いと読まれるようになったからです。第27問、大阪府代表。この超難読地名、なんて読む？答えは草加です。大阪府東大阪市にあります。選出はしゅんさんです。選出者のコメントです。草加中学校出身の知り合いがいて、初めて話した際の世間話で何度か感じたと感じました。おもちりのコメントです。地名の由来はこの地域にある神武天皇が豪族と戦ったと言われる峠、草加坂が近くにあることからです。第28問、兵庫県代表。この超難読地名、なんて読む？答えは、ストーリー文です。兵庫県南淡路市にあります。選出は、椎名 P さん、匿名希望さんです。選出者のコメントです。家族とのドライブで道に迷ったとき、偶然この場所を通りかかりました。おもちりのコメントです。地名の由来は、静織と呼ばれる朝や火事の木を用いた日本古来の織物からです。第29問、奈良県代表。この超難読地名、なんて読む？答えは、カラモモ。奈良県奈良市にあります。選出はリンゴおじさん、ズンバさんです。選出者のコメントです。小学生の時、信号の英字表記を見て驚いた記憶があります。おもちりのコメントです。この地域には中国の桃であるカラモモが植えられていて、アンズも中国から渡った果実のため、アンズにカラモモという読みがついたとされています。第30問、和歌山県代表。この超難読地名、なんて読む？答えは、ハイクズ。和歌山県日高川町にあります。選出は、みかんのまま腐りかける大輝さんです。由来は不明です。パッと見早藤と読んでしまいそうです。第31問、鳥取県代表。この超難読地名、なんて読む？答えは、くずもです。鳥取県米子市にあります。選出は、ももさん、ミルフィーユさん、ナナシさんです。選出者のコメントです。県外の友達にクイズ出しても正答率は約 0% です。鳥取県一の難読地名だと自負しています。おもちりのコメントです。この地名の由来は、この地区が古語で沼地を意味するくつもと呼ばれており、それがなまってくつもと読まれるようになった説と、後醍醐天皇が読んだ歌の中で出てきたお車を逆さに読み、車をと読むようになり、それがなまってくずもと
と読まれるようになった説があります。第32問、島根県代表、この超難読地名なんて読む？答えは、あだかえです。島根県松江市にあります。選出者は2109塗装さん、伏見栄さん、ももさんです。選出者のコメントです。どうやったらその読み方になんねんと突っ込みたくなる地名だと思います。おもちりのコメントです。この地名の由来は、この地域にあるあだかや神社の主祭神の名前が転じてこの表記となっています。第33問、岡山県代表、この超難読地名なんて読む？答えは、師走です。岡山県高梁市にあります。選出者は千恵子キルシュタインさんです。選出者のコメントです。読めないというより書けない。おもちりのコメントです。由来ははっきりしていません。しかし古来は数の部分を月と書いて師走と書いたことから、師走12月との関連性が指摘されています。第34問、広島県代表、この超難読地名なんて読む？答えは、養老ホヨバラです。広島県北広島町にあります。選出者はビーバーズさん、かなでさん、かかさん、メルコさんです。選出者のコメントです。地元民以外読めない広島随一のマイナー難読地名、鉄道駅のない北広島町に存在するので他県知名度はもっと低いと思われます。もう一つ選出者のコメントです。県民でもあれどう読むんだっけってなるような地名です。第35問、山口県代表、この超難読地名なんて読む？答えは、コットイです。山口県下関市にあります。選出者はコーナさん、河原のおそばさん、パドルさん、ムツアキさん、お魚さん、浮きタコーソンさん、チョルルさんです。読み方間違ってたらごめんなさい。選出者のコメントです。イカが美味しかったです。近くの道の駅に寄った際には食べてみてはいかが？イカだけに。選出者のコメント、もう一つです。列車旅で通って印象に残りました。第36問、徳島県代表、この超難読地名なんて読む？答えは、盛りです。徳島県阿南市にあります。選出は森内さんです。この地名の由来は、この地の先祖が18歳の姫を守護して共にこの地を開発したからこの名前が残っています。第37問、香川県代表、この超難読地名なんて読む？答えは、奇妙寺もしくは奇妙寺です。場所は香川県丸亀市にあります。選出は根子城さんです。地名の由来は不明です。久米さんが多かったりするのかな。第38問、愛媛県代表、この超難読地名なんて読む？答えは、秘湯川です。愛媛県西予市にあります。選出は小もじゃらしさんです。選出者のコメントです。旧遍路道の一部である花ヶ峠があります。おもちりのコメントです。
地名の由来は不明です。普通に考えれば下川、下川って読んじゃいますよね。第39問、高知県代表、この超難読地名なんて読む？答えは道めきです。高知県四万十市にあります。選出は ATS253 です。地名の由来は100人が笑うとどよめきが起こることからです。とても素敵。第40問、福岡県代表、この超難読地名なんて読む？答えは北条です。福岡県宗像市にあります。選出はしゃぶしゃぶさんです。市の資料を見たら、もともとは上に入ると書いたそうです。ある人が読み間違えたのかなと思って親近感が湧きました。お持ちりのコメントです。地名の由来はこの地に荘園があり、年貢を上に納入することから来ているらしいです。第41問、佐賀県代表、この超難読地名なんて読む？答えは旧良木町うつぼぎです。佐賀県唐津市にあります。選出は佐賀 U ターンさんです。選出者のコメントです。読ませる気を全く感じさせません。初見で読めた人を見たことがありません。お持ちりのコメントです。旧良木町の由来はこの地に生えた大木が川を渡れるほど巨大なことから、おごそかな木から来ています。うつぼぎの由来は不明です。第42問、長崎県代表、この超難読地名なんて読む？答えはトッポ水です。長崎県長崎市にあります。選出者はゴンベイさん、エルムさんです。選出者のコメントです。所用でこの近くに赴き、次はトッポ水というアナウンスを聞くたび衝撃を受けていました。もう一つ選出者のコメントです。長崎市川平町の一区名でバス停名にもなっています。由来はこの辺りが大雨の時期になると鉄砲水が発生したことによるそうです。第43問、熊本県代表、この超難読地名なんて読む？答えは万馬、万馬。熊本県水俣市にあります。選出は新静岡熊さんです。地名の由来は不明ですが、近くを万馬川が流れており、河川との関連性もありそうです。第44問、大分県代表、この超難読地名、なんて読む？答えは、妙山、妙山です。場所は、大分県日田市、中津市にあります。選出は行さんです。選出者のコメントです。元彼と登った思い出があります。お持ちりのコメントです。地名の由来は山狩りで仕留めた3匹のイノシシの尾をつなげたところ、一尺八寸だったためです。第45問、宮崎県代表、この超難読地名なんて読む？答えは青木です。宮崎県宮崎市にあります。選出はフラストレーションさんです。地名の由来はイザナギの御事が当地周辺を青木原と例えたからとされています。第46問、鹿児島県代表、この超難読地名なんて読む？
えば新井峡です。鹿児島県南種町にあります。選出はルマさんです。選出者のコメントです。種子島宇宙センターに行った際に見かけた抜粋です。読めなくて調べてしまいました。お持ちりのコメントです。新井峡神社と呼ばれる神社があります。名前の由来は不明ですが、名前からしてこの神社と関係があるものと思われます。第47問、この超難読地名なんて読む？答えは、ウム。沖縄県渡名喜村にあります。選出はリュウリュウさん、キリアさんです。沖縄県渡名喜村にある岬にその名がついていて、オモノサキと書いてウムノサキと読みます。これは琉球語の母音が3から4母音で形成されており、日本語のオが琉球語のウに対応するため、日本語と琉球語を併記する形でこのような結果となりました。いかがでしたか？何問正解だったか、そして47地名の中で最も難しかったと感じた地名をネタバレ注意とコメントつけて教えてください。時間があればコメントを集計して、この中で最も難しい地名を決めたいなぁなんて思っています。そして今回紹介できなかった地名は次回の生放送時に紹介する予定です。ぜひそちらもご覧ください。そして最後に、2000万回再生ありがとうございました。これは近畿地方の人口とほぼ同じ。2000万回再生は普段見てくださっている視聴者さんのおかげです。ありがとうございます。次は関東地方の人口を目指して突っ走ります。そしてたくさんのご応募ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、SNS のフォローよろしくお願いいたします。